毎度、元トップウォータープラッガーのヒロボーです。今回のタックルはリールがアブ・スウェーデン・アンバサダー 5000D って書いてあります。こういう感じです。クリッカーをオンにするとこういう感じで、クリッカーをオフにするとこういう感じです。ここはドラグになってるみたいで、緩めていくとこういう感じで、締めていくとよいしょこういう感じです。ロッドがフェンウィックランカースティックモデル1160です。ラインは BP ベイトさんの PE40 ポンドを巻いています。ヒットルアーはズイールのプランクになります。こういう感じです。ズイールかっこいい。こういう感じです。目が綺麗です。フックは変えてあります。
ってでかい、ほほほ、やめて、バテるな、バテるな、バテるな、でっか、でかい。やめてくれ。うほほほほほ。ありがとうございます。やったね。大きさの方が51センチです。やったね。51、コンディション抜群。やったね。それではまたいろんなアブリールで楽しんでみたいと思います。ご視聴おきに。